演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらローソンのコーンスープとオニオンスープを飲んでみたいな。なんかコンビニでこういうカップのスープって珍しい感じですね。もちろん売ってたりはするんですけど、なのでこれは気になりますね。ぜひ申し訳ないですけど、ちょっと指それで。チャンネル登録よろしくお願いします。わー、玉ねぎの香りがすごいですね、このオニオンスープ。では飲んでみます。オニオンスープの方は玉ねぎの風味、食感がよく効いてきていて、さらにチーズ入りスルトンというオニオンスープだとちょっと珍しい品質のものが入っていて、それが食感の変化も出していて美味しかったですね。玉ねぎが好きな方、温まりながらぜひおすすめできますので、こちらのテイストもさせていただきます。で、こちらのコーンポタージュスープは、つぶつぶコーンの食感は良かったんですが、ちょっとポタージュのとろりとした感覚は弱かった気がしますね。なんとなくお湯っぽいというか、なんで、まあ、自分のかき混ぜは当たりなかったのかもしれません。もうちょっとコーンを感じたかったなということで、こちらの点数ボタンです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。